トンカツチキンカツカツは食肉や牡蠣などの素材にパン粉をつけて油で揚げた日本の料理の一種。カツ列ツの略とされることもある。トンカツが代表的な料理であり、単にカツといった場合にトンカツを指すことがある。これは材料の違いにより牛カツ、鶏カツなどと呼ばれる揚げ物料理の総称である。魚介類を材料とした場合はフライと呼ばれることがある。 日本のカツ料理は英語のディープフライに相当する。同じ揚げる調理法でも食材が野菜や魚介類の場合にはフライと呼び豚肉、鶏肉、牛肉などの場合はカツと呼び分けるのが普通である。ただしスコッチエッグフライなど肉料理の中にもフライと呼ばれるものがある。また魚のフライを魚カツ、フィッシュカツと呼ぶ店もある。 フライヤーと呼ばれる揚げ調理器具カツやフライを加熱調理するとき、摂氏180度くらいに熱された衣は、メラノイジンと呼ばれる色素の発生によりきつね色に染まり、香ばしい香りを生じさせる。また同様にディープフライフレーバーという油特有の香りを放つ。これらの香りとともに、揚げられる食材の水分が蒸発することにより旨みが濃縮され、さっくりとした食感も生まれる。 これがカツ料理の持ち味であると言われる。フライパンを用いて少量の油でソテーごろにトンカツが流行し日本各地で食べられるようになった。カツレツ店の中にもこのカツ料理がメニューに取り入れられ、この料理法はますます広がっていった。中には牛カツにかつてのカツレツのソースが使用されるなど、かつてのカツレツは姿を潜めて、カツレツ店でもカツが供される状況が見られる。 鉄板カツと称する料理もある。これは熱い鉄板に乗せて提供される。鉄板焼きも参照。とんカツも参照。カツという言葉はカツに通じることからカツぎのために、スポーツの試合の前や受験シーズンなどでは必勝や合格を願ってカツを食べることもある。ありがとうございます。